福岡着いて一食目は紀宝豚骨ラーメン行きました。甘い豚骨が癖になるうまさでした。豚骨臭みたいなのもないし、めちゃくちゃ美味しかったです。おーイエーイ。ありがとうございます。わー、美味しそう。太宰府に初めて来ました。すごい鳥。あのスタバは隈研吾さんが設計したスタバなんだって。素敵。待って、イラストじゃん。ちょっと待って、イラストなんだけど。え、工事中？工事中につきこちらからお参りください。こういう感じらしいです。でもさ、こんな近くの横から見れることもないからね。素敵です。おっきいね。また万全な状態で来たいです。おー、1日目のサウナは天拝の里です。最高でした。おはようございます。2日目です。今からお昼を食べに行きます。毎日当たり前に福岡サウナを行くので、ニット帽をかぶっていきます。化粧もそんなにせずに下地だけしました。どうせサウナ入って髪の毛もぐちゃぐちゃになるかなと思って、帽子は必ず持っていきます。こんな感じです。メガネはおニューでモスコットで作りました。ブラウンの縁なの。めっちゃ可愛いですよこれ。本当はね、別校で探してたんですけど、別校を見に行ったら意外とこのブラウンがかけてみたら可愛くてしっくりきたので、レンズもブラウンにしました。サイズは一番小さいサイズで、いつもかけてる黒縁の同じ形の縁がブラウンっていう感じ。そして今日はこんな感じです。このショート丈の黒いジャケットがコスで見つけたんですけど、可愛くてお気に入りです。襟がついてる。このショート丈初めてだけどさ、私ハイウエストのなんかすごい肩こと私ハイウエストのパンツ履くこと多いじゃないですか。なのでバランスがよく見えてお気に入りです。行ってきます。ガガ眩しい。ラーメン、リオの好きなラーメン。はい、来ました。ガガだって。福岡ランチ、今日ははしごします。去年来たのか、一昨年、うん、2人で福岡は1年ぶりです。うん、ラーメン食べてからもう一軒行きます。飯食い、はい、ありがとうございます。ラーメンの方はね、ありがとうございます。いただきます。うめえ。うまい。うまい。うまっ。うますぎる。うん。感動する。佐賀のキリン屋に来ました。楽しみ。このキリン屋で食べたハンバーグも忘れられないぐらい美味しかったです。ハンバーグが大きくって超熱々で登場します。ラーメンの後でも白米いけるぐらい美味しすぎました。ごちそうさまでした。糸の湯どころ、本日のサウナはこちらです。
こに行きたいと思っております。そして大好きな二の二に行きました。この餃子とクラゲをリアルに 3,4 回は食べました。今回の一番の旅の楽しみはこちらの水中鍾乳洞です。サウナ大分までやってきました。初の大分です。なんか全然寒くないね。福岡から車で3時間ぐらいで着きましたが、鍾乳洞サウナは行きたいサウナベスト3に入るぐらいずっと来たかったので、今回のこの旅でどうしてもとわがままを言ってきました。川の音がいいね。ここもサウナになってて、こっちも、こっちがテントサウナ。はい、ちょっと待ってくださいね。おー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 、なんだこりゃ。わあ、すごい。まだ早いですか、こんなの。うわ、すごい、すごい。やだ、これテレビで見てたやつだ。うわ、すごいです。この階段を下っていったら右から深いの気をつけてください。こっちが深い。何度ぐらいあるんですか、これ。手鍋が見ました。コウモリがたまったと思うんです。コウモリ、なんで大丈夫てかね、そこの見えがめっちゃ深いらしいよ、多分リオの身長でビビってます、この人入りたくない。こんな感じなんだ。結構広いんですね。あ、ですね、これちょっと広いタイプのモルジマットっていうテントサウナです。うわー、すごい。感動してます。こんな経験できないもん。うわー、に入ってます。すごい。